ゼロの落とし込みで食ってきた。なんかわからんけど。おはようございます。今日は和都線さんですね、紀伊長島です。海の前の和都です。昨日はうがりなく小浦にいたんだけど釣れなかったので、今日こそ何か釣らんとな。わからんな。そこがわかんないな。返してくれ。そこ取ってマーキングしようか。感じしたからな。何やろ、タイ、あのタイ、でかいか、あれか、あ、マーダイだ、マーダイ。さあ、見て、チャーリー、スネークチャーリーだな。回ってきたな。ボラが回ってきたか。12時、こんな真っ昼間にボラが回ってくる。団子触るな。あるけど断続的な当たりじゃないな。ちょっと大きい魚が入ってきとる。これはここで釣らな釣れんかもしれんな。
たぞ。何か来た。あれ引かねえな。これフグのでかいやつやねんか。フグの大きいやつみたいな引きや。あーこれはやっぱりな。またやったことあるもんなこれ。あのフグがおるってことはチヌもおるはずなんだな。あいつは一緒におるで。何が泳いでる？イカだな。ホリイカが目の前まで泳いできてるな。イカが泳いどる。全然行かねえ。イカの餌にならんか。イカの餌にならんか。さすがにちょっと大きすぎるな。狙っとるけど、さすがにこれはでかすぎるやろ。なんか魚が急に出てきたな。チャリコが連れて、フグが連れて、トラギスが連れて。チヌやタイナがまあまあ持ってっちゃうもんな。釣れるようになったな。1時か。2時半ぐらいまで止めとこうかな。撮ってなかった。ゼロの落とし込みで食ってきた。なんかわからんけど。あれこれチヌやん。うわチヌやった。マラヤと思ったらチヌやん。でっけえ。マダイだと思ったらチヌだったわ。こんなことあんのか。全然取れてねえけど。ちょうどいいとこが取れてないとか。いいかな、これ。これ。50ぐらいありそうやな。よいし。
今釣った釣り方はゼロの落とし込みだね。それも同調沈みだね。悟りがいたはずなのにいなくなっちゃったから、なんかおるんかなと思って、極みだけで巻き絵も打たずに落としてった。で、真ん中が左へ潮が行っとって、そのまま左へ流していったら、ちっちゃい当たりがあって、そのままついていって、で合わせたらもうごっくり飲まれとる状態だから、どうなんだろうな、もう真ん中ぐらいだよね多分。そんなに下じゃないはずだから、7メートルぐらいか、だから 5,6 メートル上で食ってきた感じかな。まあ今中切りやってんだけど何にも当たらんね。たまたま折ったのかちょっと分からんけど、まあ1枚釣れて、夕方にもう1枚ぐらい取れればいいかなとは思うけど、太いチヌやったな。久しぶりにあんな太いの釣った気がするな。普通の団子釣りとかは1枚釣ったら、まあ、同じようにやっていけばいいと思うんだけど、今僕がやってる釣りが何て言うんだろう、イレギュラー的な釣りなんだよね。前走広角みたいな感じで、全く重りなしの潮に乗せてで落として込んでいくみたいな。なんでまあ同じことをするっていうのが当てはまらないと思うんで、今まず団子釣り1投目やって、2投目今中切りやってって感じだね。で3投目ぐらいにようやくまた同じようにゼロで落としていこうかなって今頭の中で考えてる状態かな。まあ、中切りでも全く当たらないし、団子釣りであったら団子に反応したね。そこで、まあ、餌取りかもしれんけど、まあ団子釣りでやってもいいんだけど、餌が抜けると反応しないっていう。上に浮いちゃってるっていうのを仮定してやった方がいいのかもしれないな。ここで上げる前に置き網を打っておいて、左へ潮が行ってるんで、左に潮が行っているの で、ある程度下がっていくと今度また右に行く感じなんで、こういう感じに動いていくと思う。こういう縦に行くやつ、下に行くやつとかじゃなくて横にこう動くやつは魚は警戒しないような気がするんだよな。中切りには反応なし、中切りでそこまで落としてプラス3メートルぐらい出してたけど反応なしです。大きい網で今、今みたいにちょっと そろそろメモリーカードがいっぱいで、でバッテリーもないというね、そんな感じなんで撮影が終わりそうです。まだあと1時間ちょいぐらいあるんだけど、まあ何か釣れるかどうかわかんないけどね、撮影はまあここでおしまいって感じですね。まあ2日間川浦行って木流しも来て、チヌをなんとか1枚釣ることができたんでね、いい週末だったんじゃないかな。来週は一応菅島の予定をしてるけど最後なんでね、ま
な、わかんない、最後だからいっぱい人が来てまだ予約も入れてないんで取れないかもしれないけどね。それではお疲れ様でした。